お方、かの霊石の力で切り開くはいかないよか。誰ぞ止めねば。
我が侍の魂と共に黄泉へと参りましょうぞ。この世は調和の上に成り立っておる。信長様は調和など意に介さないお方であった。霊石の力に目をつけた信長様の野望はこの国に収まるはずもなかった。天下に興味などない。わしの役目は調和を守ること。今戸津国人が調和を乱そうとしておる。わしも再び動かねばなるまい。Thank you.